あ、これでいくんだ、はい、これで、ね、もう始まってます。最初あの皆さんに今お知らせが言っているので、はいはい、少し少し待って皆さんが入ってこられるので、はい、お待ちください。これは私、こんにちは、どうも。あ、すごいですね、これアルコール消毒、ちょっとシュッシュやってですね。あ、こんにちは、すごいですね。おー、皆さんからあの続々と、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。社長という社長って、あ、頑張ります。初です、これ。いや、いいですね。どうしていったらいいんですか、これで。そうですね、はい、もう少し皆さんが入られるのを待ちましょうか。はいはいはい、皆さんこんにちは、こんにちは。今日もあのありがとうございます。社長のインスタライブ、はい、ございますので、皆さん、はい、あの途中で飛び入りのコメントやあのご質問も大歓迎ですので、質問をぜひお待ちしております。お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。わあ、すごいですね。いや、なるほど。皆さんから続々とコメントが、はい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 、これはマスクを取るんですけど、一応ですね、シャツとマスクが今日はちょっと、あと本当は靴もあのお見せしたいんですけど、ちょっとね、ちょっとスタジオの関係上ちょっと難しいですけど、そうですね、ちょっと距離感が、あのマキさんの声かなというコメントいただいております。 ありがとうございます。あの後ろ側におります、まあ、ちょっとだけ、はい、マキさんが指示してるんです、私を。あ、そんなでもないです。はい、そして18周年おめでとうございます。ありがとうございます。あ、コメントがね、ここにね、どんどん、そうです、皆さんゲームタイムで上げていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。先日 の、 あのお茶会に参加しましたという方からも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがですかね。皆さん声聞こえづらいとか電波悪いとか、今日は大丈夫そうですか。大丈夫そうですか。環境面。大丈夫そうですか。声をもうちょっと、あ、それでちょっと取らせていただいて。はい。いかがでしょうか。イケメンと、 ありがとうございます。こういうそのコメントだけパーって入りましたね今。息子さんが社長のようなマスク欲しい。ああ、そうですか。これはずっとこれで、このキャッチボールでやり取りずっとできますね。あ、そうですね。コメントがすごい、しっかり聞こえますというコメントも、 そうですか、ありがとうございます。教えていただいて、はいはいはい、はい、ありがとうございます。大丈夫です。いろいろ皆さん優しい。はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、いいですか。はい、どうぞ。じゃあ、アクシーズファム誕生祭記念、五十嵐くんライブを始めたいと思います。まあ、限られた時間なんですけど、いろいろですね、盛りだくさんで、後で抽選会だとか、お客様のいろんなリクエストにもお応えできるように、途中中継とかもやっていきたいなと思ってますんで、皆さん最後まで、よろしくお願いします。はい、アクシーズファムの、誕生祭について、まずお知らせしたいと思います。なぜ今年から誕生祭をやるのかと。10月12日が、2002年の10月12日がアクシーズファムの1号店の生まれた日になります。三重県の桑名市で生まれました。実はアクシーズファムのその1号店は小文字のアクシーズファムがついてなかったんですね。そこからスタートします。その前に大文字のアクシーズで、のショップを北陸、僕ら福井県の会社なんですけど、そこに展開してて、もっとフェミニンに特化しようってことで、2002年にアクシーズファムのショップがスタートしてます。それにちなんで、なんかやっぱり今年いろいろイベントをやってこうと思っていたんですけど、コロナということが起きましたので、今年
イベントやれてないこの1年になりました。で何かやっぱり、お客様と一緒にやりたいなってことでこの誕生日のこの期間を利用してですね全国の店舗とオンラインでですね、こういうことね、全国の店舗とオンラインでイベントをやろうと思いまして、今週1週間ですね誕生祭を初めて企画させていただきました。もう一つこの時期に実は今日は福井地元の福井県では、エルパ店っていうお店と、A ドットカフェのお店では地元の方を中心に、いつものまあいつもの規模よりも小さいんですけど再、イベントセールイベントを行っております。全国の皆さんには全国のお店とあとはオンラインショップの、特設会場にて、お得なセール商品もそうですし、近年この 2,3 年イベントもいろいろやってまして、この土日なんかはこのチャンネルもそうですけど、全部で12の、こういうライブとか動画を配信させてもらってます。あのファンミーティングなんか入れると14個、2つファンミーティングやりますね。14個のこの土日、イベントやってますんで、ぜひぜひこれ1回目なんでなかなか突然またなんかお知らせしちゃったって感じなんですけど、毎年続けられるようにこのイベントを育てていきたいと思ってますんで皆さんよろしくお願いします。はい、誕生祭についてです。ここで、皆さんから寄せられてる、ずっとこの 1,2 週間ですね寄せられてる、アクシーズファムとの出会い、ファンになったきっかけっていうのをすごく五十嵐くん TV やアンケートフォームや、いろんなところを通じて、アンケートで いただきました、それをご紹介させていただきます。ちょっと皆さん聞いていただきたいなと思います。もともとは職場の友人が好きで一緒にお店に行ったことがきっかけです。当時の店舗にはアクシーズファムのあらゆるジャンル、例えばカジュアルだったりフェミニンだったりパンツスタイルを着こなすのが得意だったり、店員さん一人一人がそれぞれ別々の得意分野のコーデを持っていらして、一つのブランドでいろんなテイストを楽しめることを教えてくださったこと、それから一つのアイテムで何通りもの着こなしを提案してくださることでおしゃれの幅が広がる楽しさを教えてくださったこと、何より店舗の店員さんがアクシーズのお洋服が大好きなことがお話ししていて伝わることが最大の魅力でした。そんな素敵なブランドに私がハマるのは時間の問題で、今では教えてくれた友人より、私の方がハマってしまっています。社長や他店のスタッフさんともインスタなどを通じて距離が近いのもアクシーズならではですね。これからもお客さんに近い素敵なブランドであってくださいと。本当にあったかい。ですね、一つ一つのコメントの文章もごめんなさいね、長くてですね熱いコメントが多いんで、ちょっと何個かそれでも結構もらってますんで紹介させていただきたいなと思います。もう一ついきますね。学生時代にショッピングモールで初めてアクシーズに出会いました。その後10年ほど経ちますが今でもアクシーズでお買い物をしています。アクシーズには他のブランドにない個性や変わらない独自のエレガントなスタイルがあり、アクシーズでしか買えないデザインがとても好きです。もともとレースや刺繍、花柄などが好きなんですが、ロリータファッションが好きなわけではなく、アクシーズのような大人の女性が現代の日常でも着られるようなカジュアルさを取り入れたスタイルが大好きです。最近はシンプルなデザインのファッションが流行っているように見えますが、ぜひアクシーズにしかない独自のスタイルを続けてほしい、応援していますと。本当に今あるように10年来もう出会って、ショッピングセンター我々もう今年10、アクシーズファーム18歳になりましたんで、10年来のお客様も非常に多いです。本当にありがたいお言葉いただけて嬉しいです。はい、もう3つぐらいいきますね。十数年前、母から私に似合う服があるとアクシーズのお店に連れて行ってもらいました。
その日から私も母もアクシーズのファンです。アクシーズの服を着るのが楽しみになりました。それからデートやイベントごとにはアクシーズの服を着てます。アクシーズを教えてくれた母は昨年亡くなりましたが、母から私、私から娘とつなげてくれたアクシーズが大好きです。今は娘と一緒にアクシーズの服で出かけるのが楽しみです。はい、そういうふうにですね、お母様と娘さん、そしてまた、子供さんへと引き継がれる、3世代、世代を超えたアクシーズのファンの方々もファンミーティングなんかでお見かけ見ますし、幅広く愛されてるブランドだなというふうにも思ってます。本当にありがとうございます。はい、いきますね、このコメントで、こういう形で、あ、こうコメントもね、こうやって来てて、そうですね、いいですか、皆さんから素敵ですね、素敵ですねって、ああ、メッセージに共感していますという、あ、嬉しいコメント、これキャッチボールですもんね、ちょっと一方通行のこれになってませんかね。いいですか、あと2つぐらい、なんかこういうファンの皆さんが、あのファンミーティングでですね、アクシーズファムの出会いの話を、それぞれの、あのお客さんの、あの全然それぞれのエピソードを言ってもらって、でもそれを聞くことでアクシーズの愛がね、あの思いがつながっていくことが聞けて、僕らもそうですし、お客さん同士も何かつながるようなことが非常にいつもあのいい時間なんですよ。少しだけ皆さんとこれを共有したいなと思います。まだ続きます。9年前病院勤務をしていた時に入院されていたご主人を時々お見舞いに来られる奥様が、いつも素敵なお洋服を着ていらして、なんかいいな、私もああいう雰囲気好きだな、着てみたいなとうっかり眺めていました。ある日その方がアクシーズの紙袋に荷物を、入れて病院に来られた姿を見かけした時、そうだったんだと。実は私はその時以前には一度だけアクシーズのニットをイオンモールで買ったことがありましたが、なんとなくそれっきりでした。しかし素敵なその方の着こなしを見て開眼いたしました。シンプルなデザインのものは職場やややお堅い人と会う時には重宝しますし、アクシーズらしい、気品と花のあるデザインのものはプライベートでのお出かけの時に、大いに気分が上がります。デザインの傾向を使い分けてこれからも愛用させていただきますと。そうなんですね、多分なんかイメージですけど、素敵な、綺麗に着こなす、方がもおられますし、いろんなシーンによって、職場もそうですし、お出かけのシーンもそうですし、いろんなシーンでアクシーズファンも着こなせるっていうのもうちの特徴ではないかなと。カジュアルにって向かない、いや、カジュアルな時にも向きますし、いろいろそういういろんなシーンで提案してるのもアクシーズファムでございます。もちろん皆さん方知ってらっしゃるでしょうけどね。特徴でございます。はい、さあいきますね。私がアクシーズファムを好きになったきっかけは、今でも大切にしている大好きなバッグを購入したことから始まりました。誕生日のお祝いに買ってもらったのですが、細部まで可愛い商品で、リボンだったりチャームだったりと、持っているだけでとても幸せな気持ちになる大切なバッグです。それに合わせてお洋服も少しずつ集めていくと、お出かけするのがとても楽しくなりました。お店の方も親切にコーデを選んでくださり、ますます大好きになっていきました。私の中でアクシーズファムのお洋服や世界観はいつもの生活の中にドキドキやワクワク、幸せな気持ちにしてくれる魔法の商品です。これからもずっと一緒に大切にしていきたいと思っております。ありがとうございます。今言われたように、雑貨がきっかけになって、アクシーズファムもお洋服だけでなくて雑貨や、いろんなものを取り扱うようになってます。アクシーズファムらしいもの、たまに言われたりします。もっとアクシーズファムらしいものこだわってくださいねって言われるんで、ちゃんと真摯に受け止めて、お洋服や雑貨や生活雑貨、アクシーズファムライフスタイル、アクシーズファムの全ての商品開発をしっかりやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。こんな感じです。
どうでしょうね、はい、皆さんから共感の声がたくさんいただいております。はい、ありがとうございます。はいはいはい、自分の服をたくさん持ってるだったりとか、はい、気分が上がるの分かりますだったり、皆さんコメントをたくさんいただいてます ね、 ありがとうございます。ありがとうございます。なんかやっぱこうきっかけになったこの初心というか、我々はいつもこうやってお客さんのことを聞いてですね、お聞きして、まあ、しっかり、思いをつなげていきたいなと思います。実は7年ぐらい経つんですけど、福井のファミリーセールで、全国からアクシーズファームファンが、来てですね、こういう今の、エピソードなんかで知らなかったアクシーズファームのお客様がつながって、なんか絆が、まあ、ブログでつながってる方が多かったんですけど、実際お会いできてて、そのことを毎年、目の当たりにしてきて、アクシーズファームを通じて、お客様同士がつながるイベントをこの 2,3 年強化してます。我々もなんかそういう、ことをもっともっと企画していければなと思ってます。なんかこう洋服をしてもらう、そして今度はお客様同士がつながっていく、なんかアクシーズファームの新しい着こなしをいろんな人に発信していくみたいなことがもっともっとできていけばいいなと思ってます。はい、これはね、もうこのことだけでずっといけますけどね。でもちょっとね、時間の関係上あれですね。だからいただいたことはまた何かの機会でもっともっと発信できたらなと思います。はい、社長への質問、質問来てますか？いただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。からまたですね、はい、今回はちょっとお時間の関係上厳選させていただき、そうですね、はい、じゃあちょっとまず、社長への質問、社長が先代からアクシーズファームを引き継ごうと決められたのはいつ頃ですか？あんまり都合っていうか、実はこの会社は、80年、もう約80年、もうすぐ80周年を迎えるんで、私3代目で、その、家業という形で、継いでるというか、私はだからそれを、意思があるかないかというか、もう都合というふうに、生まれた時から、生まれた時やるぞとは思ってないけど、あんまりだからやりたくないとかいうことではなくて、もうやろうと決心をして、ずっと生きているというかの形です。でも会社はそうなんですけど、私が2002年にこの会社に入社した時にアクシーズファームが、できてですね、私はこの会社はと入社してアクシーズファームができたということは、アクシーズファームと共にですね、私自身がアクシーズファームに全霊を注いで、いる覚悟でずっと来てますんで、これからもこの会社を継続していくっていう話もあるし、アクシーズファームを進化していくって、させようっていう話で、全然質問への答えになってませんけれども、引き継ごうと決められたのはいつ頃ですか？答えはだから0歳からってこと。なんだこれ、アクシーズファームできてませんけどね、もうそういう覚悟でやっていっております。はい、はい、ありがとうございます。はいはい、はい、あとですね、皆さんのコメントの中からちょっと全然別の軸での質問がいただいてまして、はい、社長はクセッケですかという質問。クセッケです。それクセッケじゃないんですよ、これはパーマをかけてるんです。ごめんなさい。ちょっと一部だけ、公開し、SNS でパーマ姿を公開させてもらった時あるんですけど、はい、ちょっと、やっぱボリュームを出したくてですね。パーマを、2ヶ月に1回、はい、もう赤裸々に2ヶ月に1回、だから月に1回美容室行くんですけど、まあ2ヶ月、だから1回はカットで、もう1回はカット&パーマ。でやってますね。あ、すごい、皆さんから質問が、はい、ありがとうございます。はい、質問、はい、アクシーズのメンズラインを作りたいなと思ったことはありますかという質問いただいております。どう思います、こういうシャツ。
エレガントなシャツどうですか？このシャツ結構先ほどのマスクと合わせてのこういうラインこういう、ラインだとかあとは普通のシャツを着てこうそのなんかアクシーズファームのお洋服の柄を使ったネクタイをもうちょっとオンの方はね、うん、ネクタイ締めたり蝶ネクタイ締めたりだとかまあこういうスタイルもありますし夏の方はねハワイアンシャアロハシャツを着てのスタイルもありますから、うん、なんかいろいろそういうのをちょっと やってみましょうかね。すごい皆さんからかっこいいですだったりとかニーズがあれば夫婦で着たいです。夫婦ではいすごいたくさんコメントいただいてあと息子さんもあのアクシーズのメンズがあったらいいなって息子さんおいくつぐらいなんでしょうかね。息子さんはこういう質問投げかけるとこうあれなんでしょうね。でも先ほどの話は世代も超えてねうん、っていうことでご家族までこうアクシーズファームワールドにっていうことだといろいろ可能性がありますね。なるほど。ぜひぜひというコメントがたくさん来ていますので、あ、そうですか。ああ、それは嬉しいな、はい、嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございます。21歳。あ、すごいですね。21歳はもう絶対いいですよね。うん、素敵だと思います。私は若作りしてますからあれね。いや21歳やったら絶対にお似合いになると思います。ちょっとあれかな渋いかな。大丈夫でしょうね。はいはいはい、はい、大丈夫だと思います。はい、はい、セミオーダーね。はいはい、あ、もう細かいですね。すごいですね。これでそうなんですね。ご要望がたくさんいただいてますね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、ではですね、ここそうですね、福井を実はここで福井の、お店と A ドットカフェがあるんです。創業の地ですね、アクシーズファンの創業の地。そこに、今日はイベントやってるんでちょっとご様子を中継でつなげられるっていうことでつなげたいと思います。じゃあエルパ店ね、お待ちくださいね。まだお待ちくださいね。準備ができていないようです。はい、中継うまくいくかな。いきますかね。見てらっしゃいますか。福井の皆さん。福井の皆さん。リクエストを送っていただきたいです。ここですね、福井の皆さん。来てないですね。福井行ってみたいです。そうなんですよ。なかなか難しいんですよ。僕は。帰るとき大体、新幹線で東京から名古屋周りでですね、米原っていうところで降りて、特急に乗って、行くんですけど3時間半ぐらいかかりますね。はい、そうなんですよ。先に A ドットカフェさんから来てますね。 A ドットカフェ行きましょうか。 A ドットカフェつなげちゃいます。今参加待ちです。 A ドットカフェさん、つながりますか？ A ドットカフェさん、はい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 、はい、A ドットカフェさん、はい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 、これが聞こえますか？創業の地の A ドットカフェ、喋れます？あー、どうも、もう、はい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 、皆さん、はい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 、あー、皆さん手振ってますね。どうもー。で、あれですか、ここは今アクシーズファムの、お洋服も置いてあって、そしてカフェ、実はうちの会社の創業の場所なんです。福井県武生市の駅にあってアクシーズファムの世界観のカフェなんです。ぜひ、まあ遠いんですけどね、お客さんはいつもあるお客さんに言われます。カフェ社長作ってよみたいなね、言われる時は福井じゃなくて、ああ、店長さんですね。店長さんです。
あの方は私の店長さん、私の店長さんじゃないよ。ああ皆さん、はい、あそうなんです。はい、福井駅から遠いですかという質問をいただいてます、ね、福井駅、あの竹富駅ってとこなんです、はい、福井から電車で10分ぐらいですかね。で竹富駅の徒歩1分です徒歩1分です。これあれ、あこういうフィッティングルームがあってね、今日のあのお客さんの感じって、うん、あれ行けるんですか、イベントの方とか、ちょっと螺旋階段、うん、はい、はい、行ってみま、行きます。ちょっとお客様、お昼ご飯でなかなか今少なくなって、あそうですか、はいはいはい、ここが A ドットカフェの A ドットの看板があってですね、このビルはまあ5階建てぐらいあるんですけど、こうなんですよ、こう螺旋階段になってまして、これ数、昔のカタログのビジュアルが、アクシーズファームのカタログが飾られてます。こう螺旋階段になって、はい、どんどん行ってください、上に、うん、でですね、うん、写真映えしそう。そうですよ、大阪にも作ってほしい、階段が可愛すぎる関東にも、ああなるほど、はい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 、あここが五十嵐羅舎店、これが我々の創業の、もともと生地の卸問屋から始まってですね、いろんなビジネスやってきました。このミシンは、私のおばあちゃんがよく、ミシンをやっていました、地元の制服や、体操服などをこのミシンでやってた。そろばんも置いてありますね、そういう、我々の DNA が置いてあります。ちょっとガタメの会社のなかなかレアな話ですけど、こう言って、はい、どうぞどうぞ行ってください。これ、アクシズファームの1号店ですね、あの、今の写真はね。はいはい。これが、桑名のお店です。はい。はい。で、今日は特別に、この2階のスペースで、いろんなイベントもやってると。おばあちゃまなんです。こうなんか。はい、ちょっと今お客様がいらっしゃらないですけれども、はい、はい、いらっしゃらない、もういいんですよ、いいんですよ、はい、はい、という状況ですね。社会見学全然来てください。なかなか本当に遠いところなんであれなんですけど、来年なんかこのコロナが収束して全国からいろんな皆さんが、私も今回行けてないんで申し訳ないんですけど、現地で皆さん方とこうやってお会いできるとまた絆も深くなるかなというふうに思います。はいはいはい、じゃあこういう感じかな。 A ドットデパートメントだけ惚れても紹介しようか。そうですね、今、うん、はい、もう一つ、そうそう、いいでしょう、雰囲気いいでしょう。アクシーズファム、我々の別会社でやってるプロジェクトがありまして、A ドットデパートメントストアと、福井県には、まあ、どこの県もそうなんですけど、伝統工芸や作家さんがいまして、そこの人たちと、組みまして、まあ、リアルなショップ、あとはネットショップを運営しております。まあ、僕らの町だと越前和紙、漆塗り、越前内刃物、いろんな工芸品があってですね、ちょっと分かりやすいところやと、どういうなんか、越前焼きみたいなのあります、あのほら、その右の方のあの釜、そう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 、これ僕おすすめ、これよく飲んでるんです、この器でね、コーヒー飲んだり、そう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 、かわいいんですよ。はい、なかなかそういうふうにこだわったものを、今までの伝統工芸だとなかなかその古いとか何とかなんですけど、我々と一緒にいろんなアイデアを練りながら今のライフスタイルに合わせて商品を提案しようと、
いうことで、さまざまな取り組みをしておりますので、A. デパートメントストア、よろしくお願いします。はいはい。なかなかごめんなさい、盛りだくさんでいろんな情報がありますけど。じゃあ、エルパ行ってみましょうか。そうですね、エルパ店。エルパ、エルパがね、反応しないんですよね。そうですね。あ、これ一度切らないと。一度切りますね。あれ、じゃあ切ります。福井の皆さん、頑張ってね、はい、皆さん。カフェの皆さん、ありがとうございます。どうも、あ、皆さん、作家さんの皆さんね。梅田さん、いらっしゃってるんですね。はいはい、じゃあね、はいはい、じゃあね、梅田さん、梅田さん、はいはいはい、山崎さん、どうも。はい、はい、松山さん、はいはい、ごめんなさい、なんか。あ、やっぱり来てないですね。来てない。はい。じゃあちょっとその感じを見てもらい、あの福井の方をちょっと、そうですね、じゃ、はい、誰かやってもらいながら次のプログラムに行きましょうか。そうですね、はいはい、ベビーの服ね、そうですね、やっぱりそうするとできてませんもんね、ベビーのなんかやったり やらなかったりってなってますね。最近はちょっとエアになってきてる感じです、ね、はいはい。では抽選会に、抽選会いきましょう、この機会ハッシュタグアクシーズファムバースデー18をつけてインスタ投稿してくださった方から18歳のお誕生日にちなんで18個のプレゼントを18名様にプレゼントを していく企画でございます。早速くじを引いていきたいと思います。はい、プレゼントはですね、お洋服、うお、これがプレゼント、すごいな、今回豪華景品でございます。豪華景品記念ということで、すごいですよ、もいろいろご用意しております。じゃあ行きますね。ありがとうございます。行きますね、はい、これですね、じゃん、これが、おお、いいんですか、これで引いていきます。じゃん、じゃん、どうしましょう、はい、では、はい、こちらですね、はい、あ、こうやって見せる、あ、そう、これ判定してしまうんですけど、US純さんですかね、US 純4989さん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうでしょう、そうなんです、社長さんって男性だったんです、コメント気になって、ぜひ US 純4989さん、おめでとうございます。シーズンファムのお洋服です、おめでとうございます。はいはい、では次、じゃん、こうもファムですね、アクシーズファムのニットトップスです。はい、少しレースが出て可愛い感じですね、はい、あ、皆さんおめでとうとありがとうございます、おめでとうございます。18回これありますか、18回ね、ちょっといきますよ、じゃん、タカ 2.27、 タカさん、おめでとうございます。タカさん、タカさんいますよね、タカさん、タカさんってでもよく見ますね。見ません？タカさん。そうなんですね、タカさん。タカさんおめでとうございます。ジュンさん、ジュンさんおめって皆さん知ってますね、タカさんのこと。あ、すごい、皆さんの中で。すごい、皆さんが知ってるから僕らが知らんだけで。ジュンさん。ジュンさん、おめでとうございます。いずれジュンさんお会いしましょう。私もわかるかもしれないです。あ、わかるかもしれない。あ、そうです。はい。はい、次はじゃん、次はね、これはポエティックですね、はい、人気のワンピースでございます、人気のワンピースが来ましたよ、ポエティック、では早速、はい、行きましょう、引いていただきましょう、はい、じゃん、スカイウィングドットトムさん、スカイウィングドットトムさん、おめでとうございます。スカイウィングドットトムさん。さっきのすごいな。出しただけでジュンさん。すごいですね、皆さん。やっぱりアクシーズファムでつながる、ね。もうみんなつながってるんですよ。はい。はい、あ、すいません。はい。です。フ
ラウス、ここもポエティックですね。ポエティックの襟付きのブラウスになります。可愛いですよ。はい。はい、じゃん。よし。はい。おあげにまるさん。おあげにまるさん。おあげにまるさん。おめでとうございます。お洋服編はこの感じで、次は続いてはそしたら雑貨編、まず、はい、あカタログに行きましょうか。カタログ、はい、オクシーズファムのカタログ、カタログとカタログと五十嵐くんシールとマキさんシール、これ3点セットいいですね。五十嵐くんシールもレアになってきましたからね。まあレアっていうかだいぶ前からやってるんですけど。じゃあこちらを3名余りなので3つお願いします。皆さん羨ましい、ありがとうございます、はい、来ました。これはミセスアリスラブズクッキング、あ、おめでとうございます。ミセスアリスラブズクッキング、今日見てくださってますかね。おめでとうございます。五十嵐くんシールいただきました。あ、以前いただきましたという。ああ、ミセス、はい、はい、ではあと2名分、あ、2名分、あ、なるほどなるほど、3名分ね、失礼しました。はい、はい、わかりました、はい、来ましたよ。はい、豆5628さん、豆5628さん、おめでとうございます。はい、豆に、はい、はい、海ちゃん8213、海ちゃん8213、おめでとうございます。陽子ちゃんって皆さん、あの陽子ちゃんってみんな陽子ちゃんとか名前があれですね。そうですね、なるほどなるほど、もうスカイウィングさんもいらっしゃいましたね。おめでとうございます。あ、そうですか、はい、すごいな、すごいですね、皆さんこれを言ってるだけなんですけどね。皆さん、あの、つながろうでつながってらっしゃいますね。つながってるんですね、はい、おめでとうございます。はい、続いていきますね。カードのセットですね。歴代の、歴代のポストカード、これ何枚ぐらい、いろいろ何枚、数枚、何種類入って、歴代のポストカードセットいきます。はい、これは4名様、4名様いきますね。さあ、いきます。じゃん、トゥアンブレラ514アクシーズさん、おめでとうございます。アンブレラさん、トゥアンブレラさん、じゃん、カコミキ0810さん、カコミキさん、カコミキさん、どうもおめでとうございます。ますよ。はい、じゃん、セロレモネードさん、あ、セロレモネードさん、あ、あ、私だって、おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます。ノブサブ、まあ、気になる名前ですけど、ノブサブさん、おめでとうございます。こちらで4名様ですね。はい、すごいな。続いて、はい、こっちかこっちですけど、どっちからいきますか。じゃあこのこちらからいきましょうか。はい、こちらでしょ、ポーズね、ライフスタイル雑貨、小物入れ、小物入れです。シーズファムのローズの小物入れになります。こちらが4名様ですね、はい、こちらもすごく可愛らしい小物入れでございます。はい、当たったという方もっくりいらっしゃいますね。ありがとうございます、おめでとうございます。いきますね。はい、今回18歳ということで18名なので、結構結構いきますよ、いきますよ、多いですね。こういう抽選会楽しいですね。いいですね。見てくださってる方がたくさんいらっしゃる。なんかお正月にね。確かに。福袋販売予約記念こうなんかとかね。はい。なんかまた勝手に言うと、もう社員みんなが慌てふためくんでちょっとやめときますけど、これ楽しいなと思って。朝子 AX ロド。
VE さん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、あさこさん、はい、おめでとうございます。抽選会楽しいですというコメントですね。嬉しいです、はい、ありがとうございます。サク ZKI さん、サクさん、おめでとうございます。サクさん、さあいきますよ。アクシーズ AYN さん、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。知ってるんですか？知ってます。知ってるんですね、はい、はいはい、みんな知ってる人いますね。さあ最後、なおこ伊藤96さん、おめでとうございます。なおこさん、おめでとう、なおこさん、おめでとうございます。こちらで4名です、ね、4名さん、はい、行きました。最後、うさぎのアクシーズハムのハビレヌので、うさぎのお洋服を着せたバクチャムです。バクチャム、かわいいですね。はい、こちらはあのそれぞれ一点物になるので、3名様なんですけど、それぞれちょっと柄が違うものが届きます。届きます、はい、その胸だけね、はい、そうですね、はい、あの3つ違う種類が届きま す, ます。あ、参加してないですが見てるだけで楽しいです。あ、そうです、嬉しいコメントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いきますよ。じゃん、じゃん、アキゴス、AKIGOS さん、アキさん、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。当たりたいという嬉しいコメント。いきます。リリロンコードさん、リリロンコードさん、リリロンさん、おめでとうございます。リリロンさん、リリロンさん、ね、はい、知ってますよね、リリロンさん、はい、おめでとうございます。あ、これで最後の一人です。最後の一人いきますね。最後の一人ですよね。いきますよ。じゃじゃん、じゃん、なおねむねむさん、あ、おめでとうございます。ねえ、おめでとうございます。もう、おー、リリロンさんと皆さんのコメント知ってますね、皆さん、はい、私も知ってますね、皆さんのこと。ありがとうございます。何人かこうやって知っておられるから、おめでとうございます。大丈夫でしょうか。はい、これで全員、はい、あ、なおさん、あ、なおさん、方も、あの、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。当たった皆さん、おめでとうございます。でも今回、あの、残念ながら当たらなかった方もありがとう、また、はい、またなんか企画していきますんで、はい、ぜひぜひ。なんかこういうイベントいいですね。そうですね、やっぱイベント、やっぱ抽選会も良かったし、良かったですしね。なんか企画してまいります。はい、はい、ありがとうございます。こちらの今日当たられた皆さんには、後ほどですね、はい、後日あのインスタグラムのオフィシャルより、あのダイレクトメッセージでご連絡をさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ福井の方行けますかね。福井どうでしょう。どうでしょう。ょ、お、行けます。はい。なんか、あ、準備してますね。それではあの福井の福井店エルパ店を呼んでみましょう。ちょっと映してみたいと思います。はい。先ほどは A ドットカフェの中継だったんです。ああ、ここは唯一ですね、地元福井の。ショッピングセンターでですね、ある場所を借りて今イベントやってます。フランスだ。実は今日、福井のこのお客さんは最初50名ほどパーッと来られて、で 今もまあ結構お客さんいますね。ずっと来られてこういう形で、なかなかお客さんがあれですから、あんまりあれじゃない、こう遠目で行った方がいいんじゃない、遠目で。そうそうそう、あんまり、そうそう、はいはいはい、そうなんですよ。まあ唯一、いつもこれ実は福井の、デリバリーセンターって大きな会場でですね、2日間で2000人ぐらい来るイベントをやってたんですけど、で地元のお客さんも来てたんですけど、今年はですね、小さい会場で、
やっています。ごめんなさい、なんか皆さんにこれぐらいですねお得な商品がオンラインの方でも、まあ、もう皆さんご存知かもしれないですけどやっておりますんで、こういう状況でした。エルパ店まで行けない、こっからカメラ映してるエルパ店2階までパッパッパッ行ける？いいですか？あ、ごめんなさい、 これはショッピングセンター福井の一番のショッピングセンターのエルパ店にで今やってるんですけど、アクシズファンは2階にありまして、ごめんね、要望転ばないでよ、転ばないでよ、でも急いでよ、お客さんがいる、お客見てるお客さんがいるから急いでよ、でも転ばないで、はい、楽しそう。いや、だからですね、ちょっとやっぱり人数が多かったんで、ちょっと制限しながら今運営してるんですけど、走らなくてもごめんなさいね、私がね言ったから、走らなくてもいいんですよ、ゆっくりで、はい、ここがアクシーズファームなんです。少しいつもコンパクト、アクシーズファームの、エルパ店になっております。こういうふうにですね、皆さんの地元にもアクシーズファームあると思うんですけど、一つ一つお店が、まあ、環境に応じて大きさや、いろんな品揃えやアクシーズファームらしさを保ちながらいろんな運営をしているお店です。はい、エルパ店です。ぜひ福井に来てエルパ店にも寄って A ドットカフェにも寄ってっていう形で、ごめんなさい、地元なんで誕生した福井がこのかなりクローズアップしていますけど、一つ一つ皆さんの、地元にあるアクシーズファームも、大事に、いろいろ企画をしていければなと思ってますんで、ありがとうございます。エルパ店の中継でお客さんも見てね、安って感じでしたね、 90% ってそうです、はい、皆さんも反応してください、はい、ぜひ福井に来てください。はい、はい、ではエルパ店ありがとうございました。エルパ店ありがとう。はい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 、はい、以上がいろいろ福井の中継、うまくいってよかったです。こうやるんですね、インスタのこれ中継で。今日も朝から、インスタライブでね、マリさんとメイさん、アリサさんとアオイさんやってましたね。こううまくああいう風にやってですねやるんです。マリさんなんてどっか香川の方にいますからね。だからいろんな地区の方とこうやってつながれるやり方っていうのは非常にいいなというふうに思ってます。で、今後、土日のこのプログラムですけど、最初申した通り、12の、プログラムが配信、ライブもありますし動画配信もあります。ちょっと変わったクイズ番組もあるんで、まあ、短い番組なんですけど、ぜひパロディとしてお楽しみしていただければ幸いです。明日なんかはキッズのファッションショーをお届けする予定でもあります。いろいろなことイベントをどんどんやっていこうと思ってますんで、お願いしたいと思います。誕生祭こういうふうにいろんな企画をずっとやってきました。で、誕生祭が終わってもですね、今年はですね、来月に、言っちゃっていいかな、高崎ね、高崎で、ファンミーティングを11月にやろうと思います。予約はまたお知らせします。12月なんかは、キッズのファッションショーも、まあ、こういう状況なんですけど、いつもとは違うかもしれないですけど、いろんなところでやろうと、リアルなイベントも開催したいと思います。私も、少しずつ積極的にですね、気をつけながらいろんな場所に訪れてリアルなイベントを皆さんと、楽しんでいければと思ってますんで、高崎なら行けそうと、ぜひぜひぜひお願いいたします。今後の企画、あと漏れてませんでしょうかね、漏れてませんでしょうか、お客さんのこうやってオンラインで、そうなんですよ、いいですね、私もこれ楽しみです。私的なとお知らせはですね、毎週いがらしくん TV という、YouTube ライブも月曜日の12時にやっております。いろんな、実は決定、お客さんからいただいた意見をもとにですね、
決定事項っていうことで皆さんに発表してるプログラムに最近はしていってます。お客さんとのつながりをこれからも大事にしてアクシーズファームをしっかり皆さんにお届けしたいと思っていますんで、よろしくお願いします。誕生祭残りわずかですけど土日しっかり楽しんでまた、皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。